麻生さんはこれでもう完全に、アウトですね。いや、もう全然百田さんのところの党が、だからこれ結構百田さん、日本保守党が、まあ、高市さんなどと一緒になって動く可能性はあると思いますよ。まあ、だからね、こう一番よっしゃと思ってるのは百田さんの、僕は百田さんのところ一番よっしゃと思ってると思いますよ。これでもね、自民党の議員からしたら、やっぱり高市さんを選ぶっていうのはなかなか結構しんどいですよね。やっぱり明らかに、大きな改革をしようとするじゃないですか。もう、小泉さんに入った75票は石破さんに行ったことはもう、これはほぼ間違いないでしょう。要は、これ今回まさにキングメーカー争いでですね、僕は、そういう意味では、キングメーカーの麻生さんが、ものすごい善戦されたんでしょうけども、麻生さん完全に終わりましたね、これでね。麻生さんはもうこれ完全に今回ね、明らかに派閥色を出して、ドンとやって、まあ、要はこう、菅さん側と一緒にやりませんかっていうことについて、まあ、それを蹴飛ばしたっていうことですよね。そう、麻生 VS 石破というか、麻生 VS 菅さんですよね。で、これ、岸田さんたちがどう乗ったのかっていうのもこれから、あれですね。あ、菅さんはもともとだって小石河連合ですから。小泉さん、で、石破さん、で、河野太郎さんっていう、この3人の中から誰かなってくれればいいということで、まあ、ガースーの勝ちですよ。これはもう完全にガースーの勝ちです。そう、靖国参拝の何が悪いんだ。その通りなんです。そう、トラダンサーの通りです。靖国参拝何が悪いんだなんですよ。それは、当然のことなんですが、その靖国参拝を総理大臣がすると、アメリカからの圧力がかかるわけですよ。これ本当に僕は皆さんとはちょっと距離が違うんで、政治との距離が。アメリカの言うことをある程度聞かないとやっていけないですよ、まだ日本って。だから高市さん正論おっしゃってるんです。ただ、高市さんが総理大臣になると、本当に、アメリカからの圧力っていうか、アメリカ怒り出すじゃないですか。だから、昨日の週刊文春、僕、昨日の文春の記事も大きかったと思いますよ。これだけ僅差だとね。安倍元総理はね、高市さんをもう応援しないと言ったと。だから全然安倍さんが高市さんを応援しろみたいなこと言ってるんだったら、そもそも高市さん安倍派にいるじゃないですか。安倍派閥にいるでしょ。で、高市さんの推薦人には裏金の議員が13人もいたのかな。で、ここ絶対徹底的に突かれるじゃないですか、選挙になれば。そうすると、自民党の議員たちは、自分が選挙で勝ちたいから、石破さんだと、まあまあ、無難に、対応してくれるわけですよ、野田、ね、さんに対して。だから、ここは、すごく自民党の国会議員は冷静な判断をしたんだということです。ただ、これ本当にすごいことですよ。こうネットの力が本当に強くなってきて、石破だと選挙勝てない。僕は石破さんでも高市さんでも選挙勝てないと思ってます。どちらでも。小泉さんだったら勝てると思ってました。そう、戦争を回避した危ねえっていうこの AAA さんのね、これ結構ね、あると思いますよ。この考えってのはあると思います。やっぱ本当に、やっぱ総理大臣だから言っちゃいかんことと言っていいことがやっぱどうしてもあるんですよ。まあ、小泉さんでも勝てなかったんでしょうけどね。いや、僕は残念。僕は小泉さんが総理になるのが、僕個人的な意見っていうか、まあ正確に言うと、政党の代表者としては一番納得しかったのは高市さんですよ。高市早苗さんが自民党の総裁になれば、これめちゃめちゃ選挙勝ちやすいっていうか、票が入ると思ってます。まず、日本保守党がそんなに伸びないっていうことになってきて、自民党がかなり保守色が強くなりますから、そうすると、それに危険を感じた人たちが自民党から離れていくっていうことで、
結構このまま高市さんが総理の自民党を応援していいのかっていう、世論になって、自民党は相当票を落とす、まあ、票数を落として、その部分が我々 NHK 党に流れてくるっていうふうに考えているので、高市さんが代表になっていただいた方が、選挙としてやりやすかったよねっていうのはあります。これもうなんか、いや、やっぱり、多くの人は嫌いなんでしょうけど、公明党の応援がなければ選挙勝てない人めちゃくちゃいるんですよ。から、これ、高市さんだと僕、公明党の応援もらえないと思うんですよね。これが誘致。まさにね、これ本当にこっから、どうでしょうね。まあ、ちょっと本当に、百田さんがね、いろいろと動かれるのであれば、裏側でね、支えたいと思いますけどね。いや、ちょっとね、僕、そういう意味では、小泉進次郎さんを推していたので、小泉進次郎さんが、なぜ良かったのか、そしてなぜ小泉さんが選ばれなかったのかについてちょっとお話していくと、やっぱりこれからの時代を先取ってたんですよ、小泉進次郎さんが。だから、規制、いわゆる解雇規制の緩和って、やっぱりやらなきゃいけないんですよね。いわゆる人を首切れるっていうことは人を採用しやすいなんですよ。これ採用しやすい社会にしようとしたんですね。ただどうしても人を首切る方が先に走っちゃってですね、要は企業側雇用する社長側からすると、いわゆる最後まで、いわゆる定年まで人の首を切れないとかなるとですね、そうなってくると採用するのにこう躊躇するわけですよね。一生40年採用するともう少なくとも2億円とかかかるんで、年収平均500万としても40年使うと2億円とかするのでね、そうすると人を雇用する、正社員として雇用するっていうのは会社の社長にとっては結構大変なことなんですよ。だから、雇用を、まあ、首を切れる条件をもう少し緩やかにすることによって、採用しやすい環境を、作りたいわけですよね。で、そういうのがちょっとやっぱりまだ分からなかったんですよね。で、もちろんあれですよ、夫婦別姓とかも、あれに関しても、夫婦別姓については、選択的夫婦別姓なので、これ30年間も放置してたわけですよ。まあ、それを解決しましょうっていうことをしたんですけどね。石破さんは NHK 問題動いてくれないと思いますよ。自民党のね、でも、なんだろう、石破さんは一番その自民党っていうのは右から左までいるっていうことをずっと言ってきた人ですからね。まあ僕は進次郎さんがなれば日本大きく変わったでしょうけども、まあ進次郎さんがならなかったということでまだ日本大きく変えてほしいっていうそういう世論は少なくて、逆にいわゆるそのネットで保守的な人がどん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 こう発信をされていますけども、まあ、そちらの勢力が強くなっていると。いずれにしても僕は、この、1日の日、4日後か、1日の日は、石破さんが内閣を作ってですね、NHK 党に挨拶にお越し、まあ、誰がなっても挨拶来ていただける予定なんで、また石破さんにはその時に少しお話しさせていただいてですね、と思います。これからも我々は自民党をですね、応援していくっていう姿勢は基本的には変わりません。はい。僕は保守党に合流するっていうことはないと思います。今のところね。はい。まあ、日本が今平和なのか危険なのかっていうところの違いなんでしょうね。やっぱり石破さんがなるっていうことはまだ日本は平和だと思っている方が多いということです。で、これ以上大きく変えるのは困るっていう人たちが石破さんに入れたんだと思いますよ。まあ、平和に見えてるだけですよね。なんか平和に見えてるところが、ね、皆さん大事であってね。多くの人はそこ大事なんでね。いずれにしても総裁はですね、石破さんに、まあ、日本の総理、石破さんに決まりました。この後、11月には、選挙が行われてですね、このまま自民党政権でいいのか、そうではないのか、ということが国民のが判断するという選挙が次にあって、でまいります、その時に皆さんの民意をお示しいただくのがよかろうかと思います。我々 NHK 党は今のところ衆議院選挙は見送るとい
というところでありますが、まだ、そういう意味ではどうするのかを決めていません。すごいね、平日の昼間でありながらたくさん来ていただいてみましてありがとうございました。終わります。 NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。ウィンロジョーカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル。何が何がお得にさ、多分何が女性の方もっと愛と吐く自信を、お得なのもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー。